はい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 、はい、日本中の皆さんどうもね、琵琶湖、滋賀県は琵琶湖で50アップを釣るっていうのが、まあ、非常に簡単なんですね。でそれを知らない人がね、琵琶湖釣りって釣れないみたいな感じで言ってるんで、まあ、ちょっとコツみたいなものをね、まあ、復習していきましょう、ちょっと勉強してみてください。これはですね、ついこの間だな、これ早朝5時ね、静かにね、はい、1投目来ましたね、まあ、どんどんちょっと見て、はい、30ぐらいのが釣れたね、うん、見えないね、暗くて。見てくださいね、もう入れ食いなんですよ。本当にね、タイミングだけ。これ見てね、ほら来るでしょ。で答え言わないです。答え言うとつまんないでしょ、みんな、動画から盗んで、どうやってあのデカバスを釣るか、まあ、これちょっとちっちゃいですけど、ほら、まあ、こんな感じね、まあ、ちょっと答えは言わない、あの動かし方見てよ、竿の。これ今ね朝の5時6時ぐらいかな、早朝ね、こんな感じでやってて結構簡単なんですよ。まあ綺麗だね、鳥がいて、この辺もね見ててよ、結構イージーなんで、うん、まあ、話が長いから黙れよ。ほらほら、まだ来たね、見た今のサイズ、またちっちゃいな、これは。これはもうこんなん入れ食いですよ、琵琶湖行けば。やっぱり琵琶湖イージーですからね、これも早朝から連発ね、簡単ね、はいはい、はいはいはい、このルアー釣れるよ。ちょっと待ってよ、ここから見てて、これ、ね、釣れるタイミング、ここね、ここ見てて、見た、今の見た、こんなん簡単です、はい、今6時半ぐらいね、朝の朝マズメ夕マズメはイージーですから、すごいでしょ、うん、でかいでしょ、結構簡単なんですよこれ、うん、うんうん、簡単、こういうの結構簡単なんですよ、イージーイージー、50いってるね、うーん、最低もう軽く50超えてるね、これは。あ、でかいね、45じゃない、55ぐらいあるよこれは、やばいでしょ。危ないよお前、気をつけろよ、うん、今の時バスが荒れてルアーが手に刺さることあるんで気をつけてよ。まあ、サイズをちょっと見てみるか、サイズね。いや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 、50超えてる。50は軽く超えてますね。はい。簡単です。見てくださいね。はい、51いきました。イージーでしょ？うん。こういう感じなんですよ。簡単なんですよ。53。55ぐらいあるね。こうやって今見た通り、皆さんが私のところに結構連絡が来てて、メールとか連絡が来てて、どうやったら高橋さんみたいなバスが簡単に50アップ釣れるのっていうことなんですけど、答えは言いません、はい、正直自分が答え言っちゃったら簡単になっちゃって、バスとか簡単すぎてみんなつまんなくなるでしょ。で分かんないうちがやっぱりいいのよ、うん、本当にブラックバスって恋愛と一緒なんだよね、うん、もう答えが分かったらやっぱり飽きちゃうっていうか、釣れるか釣れないか分かんないよって、
50アップ出るかどうか分かんないよってとこで、まあ、今動画の中にヒントいろいろ入れといたんで、まあ、詳しく言わないです。はい。私が詳しく言ったらね、同じことやったら簡単に釣れちゃうから、そのコツとかタイミングとか、うん、そこを極めてもらったら、こんな魚が結構、うん、イージーに釣れちゃうんですよね。じゃあもう一回釣れるとこ見てみようか。今答えが隠れてるからじっくり見て、うん、こっからかな。いくよ。答えが隠れてるからね。ほら。ほら、来た。見た？今見た？ねえ。今の見たみんな。こんなん当たり前ですよ、琵琶湖では。だから50がまあちっちゃいですよ。だから55センチ以上かな。だから50はもうアベレージみたいなもんだから。まあ55ないんでね、これは53ぐらいかな。結構こんなもほんとイージーですよ皆さん。これ結構イージーですよ、これ。こんなイージーですよ、はい、こんな感じで50あるね。50あるあるある。55、58ぐらいあるから。うん、これはやばいな。この時一緒に釣り行った方もね、もうね、正直ね、僕のことを見てびっくりしてました。うん、今回これ毛ガニおじさんっていう方と小太郎さんって方が一緒に僕と釣りしてくれて、でその時になんか背中でね教えられるもんがあるんじゃねえかなと思って、まあなんていうのかな、口でガミガミ言ってもやっぱりわかんねえんで、まあ背中で教えてあげるっていうか、こうやって釣るんだよみたいな。でやっぱりお二人もね、すごい、ああもうこんなでかい50アップを簡単に釣るっていうのは本当にシークレットな技術が隠れてるんだなと、なんで皆さんね、動画を一回しっかり見てもらって、どうやって私がどういうルアーで、どういうタイミングで、どういう誘い方で、どういうポイントで、いつどこで誰が Where do you from、 わかる、英語わかるかな君たち。そういう形でやれば本当に50アップはイージーです。はい。なんでまた近々50アップ入れ食いにしようかなと思ってるわけなんですけど、ただ60になると結構難しいよね。うん、60は個体数が少ないので、まあそうだね、50から58ぐらいの魚だったら、まあ琵琶湖に行けば結構意外なほどにイージーに釣れるので、皆さん一度お試しください。それではまたお会いしましょう。